岩坂七1990年7月3日生まれ。出身地、福岡県。身長187センチ。血液型、大型。岩坂七さんは日本のバレーボール選手です。ニックネームは七両親の影響で小学1年よりバレーボールを始める。高校在学中に、 ミドルブロッカーとして春ーバレー及びインターハイ優勝などに貢献。またユース代表やジュニア代表として、2007年アジアユースバレーボール女子選手権大会優勝、世界ユース女子バレーボール選手権大会、2008年アジアジ,アジュニア女子選手権大会優勝などを経験。2009年、久光製薬スプリングスの内定センスとなり、同年4月に正式入団。その後、 全日本女子メンバーに登録されました。2010年、全日本代表として第2回アジアカップに出場。プレミアリーグではシーズン序盤は控えでしたが、中盤にベテランからスタメンを奪うと、そのままレギュラーとして活躍。2011年6月、モントルーバレーマスターズで日本の初優勝に大きく貢献し、自らもベストサーバー賞を獲得。 同年11月に行われたワールドカップバレーでは、シンナ・ベリサと共に、最年少コンビ、として注目を集める。初戦こそベンチスタートだったものの、第2戦のアルゼンチン戦以降は全試合にスタメン出場。ベストサーバー部門に、ベストブロッカー部門5位にランクインする活躍を見せ、全日本の主力選手に急成長。2017年の日本代表では、監督の中田よりキャプテンに指名されました。